ふんです。今日は小川町駅にやってきました。引き丘陵を歩いていきたいと思います。まずは浅間山に向かいます。和紙のふるさと小川町。小川町は和紙で有名ですよね。1300年の歴史があるそうです。今見えている山がこれから登る浅間山です。浅間山に向かいます。ここから浅間山の登山道になります。頑張っていきましょう。水場があるので少しひんやりしてて気持ちいいです。では浅間山に向かいます。それでは山頂を目指します。吾妻屋があります。浅間山到着です。では大山城跡に向かいます。青山城跡まで約15分です。風も少し吹いててとても気持ちいいです。ここは本曲跡のようです。青山城跡は別名割屋城と呼ばれたみたいですね。こちらは今の車跡、後ろはやはりとても広いですね。大日山到着しました。それでは小倉城跡を目指します。野々見山、小倉城の方に向かいます。野々見山到着しました。浅間大日神。では小倉城跡に向かいます。結構な急坂です。頑張って下ります。はい、こんにちは。ここら辺小倉城跡ですね。小倉城跡に着きました。小倉城跡もそこそこ大きいようです。この辺りはいつも広かったんですね。小倉城跡いろいろ見れて楽しかったです。それでは嵐山渓谷向かいます。富士山の香りです。嵐山渓谷にやってきました。ひんやりしてて気持ちいいです。今日はおやつにプロテインバーを食べたいと思います。大平山に向かいたいと思います。大平山山頂を目指しましょう。ひたすら階段です。山頂はまだないようです。ちょっと休憩します。それでは山頂を目指しましょう。大平山山頂に到着しました。大平山と雷電神社、こちらが雷電神社です。それでは下山していきたいと思います。下山途中にお稲荷様がいらっしゃいました。玉川温泉いいですね。富山川の脇の歩道を歩いてます。
ランニングするのに良さそうです。本日登った山々がよく見えます。こちらがラベンダーの道ですが、これはラベンダーなのでしょうか。でも綺麗ですね。それではこれから笛吹峠を目指していきます。まだ長いですが頑張ります。ここは縁切り橋という橋があった場所なのでしょうか。笛吹峠にやってきました。それではこの山岩殿観音に向かいます。良品計画無印の倉庫ですかね。ここは地球観測センターです。先ほど木々の間から大きなアンテナが見えました。しかも動いてました。次回は予約していきたいと思います。こちらは東松山市の市民の森です。行きましょう。物見山に向かいます。今日は2度目の物見山です。それでは物見山に向かいます。物見山に到着しました。物見山パート2です。物見山山頂は物見山公園になっていて広々としています。それでは岩戸の観音に入ります。とても綺麗にされてます。こちらが観音堂になります。すごく立派です。では高坂駅に向かいます。この建物は大東文化大学のようです。大きいです。ここは子ども動物自然公園です。今度遊びに行きたいです。やっと高坂駅に到着しました。最後のアスファルト歩きがとっても辛かったです。今日はいつもより長めに歩きましたが、山あり川ありでとっても楽しかったです。また行きたいと思います。